ケプラー93ビットとは、ことザの方向にある恒星ケヘプラー93を公転している太陽系外惑星である。地球よりも高密度の岩石惑星だとされている。ケプラー93ビットは2014年に、ケプラー宇宙望遠鏡の観測により発見された。最初の観測で、ケプラー93を公転している天体が存在する可能性が浮上し、その後、 ハワイ島の欠点問題やスピッツァー、宇宙望遠鏡による観測も行われ、ケプラー93ビットの存在が確認された。ケプラー93ビットは、半径が地球の1.478倍であり、誤差プラスマイナス1 2 0トルという、極めて高い精度で求められている。しかし、質量は、スーパーアース並みの4.02倍にも及ぶ。そのため、ケプラー十三ビットは、 密度が地球の約1.2倍にもなる岩石惑星であると考えられている。しかし、主星のケプラー93からわずか800万キロメートルしか離れていないため、表面温度は1037系にもなり、生命や液体の水が存在するにはかなり過酷な環境であるとされている。2016年に岩石惑星と思われる7つの 太陽系外惑星の内部構造についての研究結果が発表された。対象となったのは、ケプラー10ビット、ケプラー36ビット、ケプラー78ビット、ケプラー93ビット、コーマイナス 7B、HD219134B、グリーゼ1132ビットの7つである。これらの太陽系外惑星はすべて地球の2倍から5倍ほどの 質量と1.1倍から1.6倍ほどの半径を持つ。ハーバードスミソニアン天体物理学センターの研究チームはこれらの太陽系外惑星に、プレムという地球や火星などの岩石惑星に見られる核、マントル、地殻という見重構造のモデルが当てはまるかを調査した。その結果、7つの太陽系外惑星すべてが中心部に鉄などで構成された核を持っており、 その外側にマントルと近くの層が存在する構造になっていることが判明した。ケプラー93ビットの主星ケヘプラー93は太陽の0.911プラスマイナス0.033倍の質量0.919プラスマイナス0.011倍の半径を持つ。表面温度は5669系と太陽よりわずかに低い。年齢は66億年であり、 太陽より20億年ほど年老いている。地球からの距離は、基本、不明とされているが、NASA の発表では、約300光年と記載されている。また、オープンエクソプラネットカタログでは315光年と記載されている。なお、ケプラー93系には、ケプラー93ビットとは別に、ドップラー分光法によって発見された。 ケプラー 93C という惑星も好転している。質量については論文ごとで値が異なっている。出典3の論文では、質量は地球の3.8プラスマイナス1.5倍とされている。また、別の論文では2.59プラスマイナス2.0倍となっている。ありがとうございます。